さらには新しい建物の中に取り入れていくのか、多様性が求められてくるのではないかなというふうに思います。この度もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。私、株式会社高木信用建築設計事務所の高木和重です。どうぞよろしくお願いいたします。今回は現在の住宅と昔の住宅の違いはというところなんですけれども、前々回ですか、高気密高断熱の住宅建物について説明させていただいたんですけれども、従来の建物、少なくとも日本というのは明治維新に大きく西洋化されてきてはいますけれども、そこが大きいターニングポイントであったというのも一つなんですけども、やはりあと戦後戦前というところで大きく違ってきているのかなというところがありますので、そのところでどこがどの時代のところで言うのかというのが少し曖昧ではありますけれども、その辺のところと今現在の建物との違いを説明したいなというふうにいきたいなと思います。使われている素材なんですけれども、現在の建物っていうのは本当に材料っていうのは日進月歩で、いろんなものが毎年のように開発されてきて、それで市場に出てくるっていうのがありますので、新建材の多様っていうのはあろうかなと思います。じゃあ一方、従来のって言ったら自然素材のものになるのかなと思います。土や粘土や漆喰だとか、あとは木を使ったりとか、あとはその地方その地方での、特に木で代表されると思うんですけども、地場の木とかそういったものがあろうかなと思いますけれども、それを使っていたよというのが大きく違ってくるのかなと思います。現在の住宅でも木については地場の木を積極的に使いなさいというところがあるので、必ずしも地場の昔ながらのものが使われてないかというとそうではないんですけれども、ただ基本的な考え方としては新建材的なものを使っているよというのが挙げられます。で、もう一つ空調換気の考え方なんですけれども、これについては前々回ぐらいですか、高気密高断熱建物っていうところで説明させていただいたなんですけれども、換気については空調についてはエアコン機器的なもので対応してるっていうのが現在の形になります。昔は適度の通気、まあ、隙間風とかそういった今日の町屋ではないですけれども、そういったもので空調的なものを考えていたよというのがあります。要するに機械的に頼るのか機械的で頼らないのかというような大きな違いが挙げられます。続いて構造的なものなんですけれども、特に在来工法でもそうですし、あれなんですけども、壁とか柱とかそういったものについては金物で金欠するというのがあります。昔の建物っていうのは四口とか継ぎ手とかそういったものでついていたので、その辺のところが違ってくるかなと思います。今現在でも継ぎ手とか仕口でやるというところがあるんですけれども、本当に細かいところまでのそういったものができる職人さんが薄くなってきているというのは聞いたことがございます。また現行の今の法律をその継ぎ手と仕口でやると相当ボリューム的に大きな建物になってしまうというのもちょっと聞いたことがあります。あとは結露なんですけれども、これもちゃんと換気等々をしないと、やっぱ結露っていうのは発生しやすくなる可能性があるのではないかなというふうに思います。一方、従来型の建物、適度の隙間等々が空いてたっていうところがあるものですので、結露的なものが発生しなかったんではないかなというふうに思います。これは最後になりますけども、今の建物で畳を使ってるというところがあまりないんではないかなと思います。客間として畳を使うとか、リビングの中で畳を使うというところがあろうかなとは思いますけども、ただそれがメインになってくるというわけではないのかな。どちらかというとサブ的な要素として畳をつけるというところがあったかと思うんですけども、従来的な建物っていうのは本当に畳の生活であったなというふうに思います。畳っていうのが本当に多様性と融通性があるのではないかなというふうに思います。具体的にどういうことかというと、例えば6畳、8畳の続き間があったとするんですけども、ある時にはそこに居間になったりしますし、またちゃぶ台等を置けば食堂になったりしますし、で夜になればそこが寝室に変身したりとか、誰かの結婚式とか葬式とかいうのは6畳と8畳の襖を外せば大空間になってきますので、
ので、そういった多様性と融通性が畳の生活の中では考えられてたのかなというふうに思います。いずれにせよ、今の建物を昔に戻せっていうことは、まあ、到底無理な話ですし、先人たちのある知識をいかに今、新しい建物の中に取り入れていくのか、また古い建物をどうにかして有効的に使うのかというような多様性が求められてくるのではないかなというふうに思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。次回も頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。